チーム指導式今、はい終えられて、まあ、シーズン始まったというところ、今の心境を教えてください。そうですね、毎年そうなんですけれども、やっぱこの日を迎えるという朝はですね、非常にやっぱ引き締まった思いで迎えてますね。で、毎年やっぱり決意を新たにする日でもありますし、まあ、期待を膨らます日でもありますし、まあ、本当に今シーズン目標に向かって一丸となってというところで、みんなの顔を見てその思いを新たにするとともに、まあ、このメンバーで絶対にやるぞという思いで今満ちています。その選手たちの表情を見てどのように感じましたか？はい、そうですね、みんな個々に、やっぱりこのオフであってもトレーニングをしているとも聞いてますし、やっぱその目のやっぱその決意というものも感じてますし、昨年やっぱり悔しい思いをしている選手は特に、今シーズンは絶対にやるぞという気持ちがこもっているというふうに私は感じました。その昨年の、まあ、悔しい思いを持って今シーズン臨むわけですけども、改めてこの FC 大阪今シーズンの目標をどういうふうに戦っていきたいか教えていただけますか？そうですね、本当にスローガンで絶対勝利と挙げてますけれども、本当に一つ一つの試合投げることなく、たとえどんなに劣勢になっても最後まで食らいついて勝利を掴んでいくということをですね、そこの執念を持って戦いたいと思っています。会長が本当に挨拶で言ってましたけれども、本当にトーナメント戦のように戦っていこうと思っています。当然そこに選手にかかる負担、疲労というものもあると思いますけれども、今後のことを考えたとき、ここを乗り切れないと、やっぱり我々上に行っても戦えないと思いますので、そこは本当に厳しく、我々は勝利に対してシビアな気持ちを持って臨んでいきたいと思います。東大阪をホームタウンとして、まあ、3シーズン目、はい、昨年はクラブライセンスも取って、上がる準備はできてます、まあ、本来であれば昨年上がれればと思っていますが、はい、改めて今シーズンその J に向けての意気込みというのはいかがでしょうか？そうですね、本当に本来であれば今季J3 というところでスタートしたかったわけですね。で、まあ、このコロナ禍において本当に人々が非常に日々の暮らしに不安を持って臨んでいらっしゃると、そこでやっぱり我々サッカーというもので少しでもやっぱり喜んでもらったり、こう希望を持ってもらったり、そういう役割というものを僕ら担っていると思いますので、やっぱりそこで今季は花園の試合も多くなると思います。少しでも多くの市民の方、そしてやっぱり東大阪のみならず多くのサッカーの方が、サッカーを愛する方々が我々の試合を見てやっぱり楽しい、面白い、やっぱりいいなと思ってもらえるような戦いを見せていきたいなというふうに思っています。また今年もコロナの影響があってなかなかこう思うようにこう試合を見てもらえない環境続くかと思いますが、まあ、そのサポーター、ファンに対してはどのような思いがあるか最後お願いします。そうですね、本当に明日また緊急事態宣言が出るということですけれども、日々やっぱり不安な思いというのは全ての人が感じていらっしゃると思うんですね。まあ、先ほども言いましたけれども、我々がその戦いを通じてやっぱり皆さんに少しでもその不安を払拭していただいたり、また楽しみを感じていただいたりするように、まあ、頑張っていきたいなというふうに思ってますし、何かこう訴えかけれるものをそのゲームを通じてもそうですし、クラブの活動を通じてもそうですし、何か本当に人の役に立つことを一つでも多くやっていきたいというふうに思っています。ありがとうございました。